安い、うまい、ボリューム大、美味しい日替わりランチをご紹介。40年以上の歴史を誇るカフェのランチはどれも美味しい。ママさんの元気さ、にっこり元気になりました。とちかつ TV はひよこ不動産がお送りします。こんにちは、とちかつ TV の花です。今回は守山区役所からすぐのカフェ大吾さんにやってきました。ここ大吾さんはなんと40年以上前からあり、ランチはボリュームが満点で、ふりかけとかもサラダとかがついてるなど、細かな点が嬉しいんです。以前訪れた際、常連さんとお話をしたんですけど、ママさんの元気な姿でなんだか懐かしい気持ちになるいい場所だなと思ったので、皆様に紹介できるこの日を楽しみにしてきました。それでは早速行ってみましょう。レッツゴー、ひよこ不動産。全席喫煙可能の昔ながらの店内は日差しが入り明るい雰囲気。朝6時からオープンしており、モーニングは3種類あります。野菜ジュースがついていたり、ガムシロは混ぜた時に薄くならないようにと工夫されています。ランチメニューはこちら。本日の日替わりは生姜焼きです。大吾さんの魅力の一つは元気なママさん。カキフライとかアジフライとかいろいろあるけど、850円のカツカレーがランチになったり、生姜焼きは800円が700円になったり、だからランチがおすすめだ、そんなお得でおすすめのランチを紹介していきます。今日の日替わりランチが生姜焼きと切り干し大根、全部ね自家製らしいです。すごいいい香りがして、私生姜焼きなんて何年ぶりだろうってくらい久々なので、すっごい楽しみです。まず驚くのが富士山並みに高いもりもりな野菜ですね。もりもりの野菜についてお話ししてくれました。普通の機械でするキャベツ、芯までするんだわ。でも手切りだから芯は入れないし、だからふわっとお野菜はいっぱいつけたいと思っております、はい、人参とかブロッコリーってついてる喫茶店のランチってあんまり見かけないので、では生姜焼き早速いただきます。すっごい量が、めちゃくちゃお肉柔らかいです。絶妙な味付け、生姜が効いてて、タレがもう本当に濃さもちょうどいいので、ご飯と一緒に食べたくなります。めちゃくちゃこれをご飯に乗っけても絶対合う一緒にちょっといただきます。ご飯と合わないわけがないですね、本当に美味しい。でこの間行った時はプライベートで来たんですけど、その時はカキフライ定食をいただいたんですけど、もうね、牡蠣もねゴロゴロでちゃんとすごい大きいのが入ってて、その時もこう野菜、やっぱサラダもすごい量があったし、ブロッコリー人参もついてたし、牡蠣フライ自体も大きくてサクサクで本当に美味しかったです。皆さんもぜひ食べてみてください。だね、ずっとその子供の頃から作るのが大好きだったんだって。中華も勉強し、いろいろ勉強し、昨日は生姜焼きだけど、その前の日は天津飯だったのね。今日は煮込み飯。あ、いいな、また来てくださいこちらは別日の日替わりランチ、中華も洋食もどれも食べてみたいですね。ケーキセットを頼みました。見てください、もう見た目がめっちゃ可愛い。ケーキとドリンクがついて700円みたいなので、これぞなんか喫茶店のデザートって感じですよね。可愛い、すごい美味しそう。ふわふわ、パウンドケーキも自家製らしくて、しっとりしててふわふわで、全然パサパサしてないからめっちゃ美味しいです。今日のケーキセットはこれなんですけど、まあ、仕入れとかその旬によっても中身が変わるみたいなので、その時のお楽しみなんですけど、こんなにボリュームあるので、食後は別腹なので皆さん頼んでみてください。お店は何年に開業されたんですか？1980年で43年でございます。すごいですね、長い。ここに来た折にはね、一番ヤングだったのに一番のになります素敵です。でも、お店大吾の由来とかってあるんですか？あるんです。長く続けられる、いい名前で、いつもはお会いできないような偉い
きさをお坊様にっていうかお願いして、ゴミって知ってるよね、はい、それの一番大きなものが大悟なんです。飲食店であればその名前がいいんじゃないかということで大悟いただきました。まあ、おかげさまで続いておりますのでよかったなっていう、すごい、うん、感じです。元気の秘訣とかそれしか取り柄がないというか、いや本当本当、いや皆様に支えられてやってまいりましたので、皆様からパワーをいただき、パワーをお返しし、はい、じゃあ最後にちょっと視聴者の方に一言いただけますでしょうか。長年やっていただけたのは、まあ、皆様のおかげということで、これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、ぜひ来てくださいということで、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回は大悟さんで美味しいランチケーキセットをいただいてきました。ランチはこのようにね、ちょっとたくさん種類があってボリュームがあるのにお値段も安く、すごく魅力的なお店だなと思いました。お料理は本当にもちろん美味しかったんですけど、なんといってもママさんの人柄が本当に素敵で、まあ、ママさんとお話をすることを楽しみにしているお客様もいるみたいで、お料理だけではなくそんな人柄でも愛されるお店、すごく素敵だなと思います。守谷幕浴所からも小畑駅からも遠くない場所にあるので、皆さんも一度大悟さんに立ち寄ってみてください。ここ大悟さんに行ってみたいという方はチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。とちかつ TV は共に盛り上げてくれるスタッフを募集しております。そしてとちかつ TV に取材してほしいというお店も募集中です。詳細は概要欄をご確認ください。